実験教室。前方向に動く。いや、これ前方向に動いてただけじゃダメだよね。どうしないと。え？そうそう、浮かぶね。要するに上の力。これ、下は何ていう力を使いますか？重力ですね。これ何の重力？地球の重力ね。だから、この重力を、に、対抗させるような、こういうの、これ、何ていう力？何ていう力？量力。ね。こっち前に進む力は推進ですね。推力。で、その推力に、その反対の力は、抗力。こういう、だから飛行機には重力と揚力がある。水力と抗力。抗力っていうのは要するに、まあ、こう空気の中で移動すればさ、風の力っていっぱい受けるじゃん。まあ、それに近いんですね。だからこの辺で、で、もしこれらがね、揚力と重力がバランス取れちゃうと、どうなる？同じ力だって。上と下、これ同じだから飛ばない。だからどうしてもこういう作り方だから、その重力よりも揚力を大きくしない。でもう一つは水力よりも抗力ね。抗力を大きくして。そうすると前へ進んで上。で今回はこの水力はプロペラで、なんとかなる。プロペラ回して、あれプロペラっていうのも実は、この揚力と関係するんだけど、まあプロペラでなる。だけど、この揚力っていうのは、重力よりも反してないんですけど、どうやって上に上げる力があるか。で、さっきドローンって言ったよ。ドローンの場合は、揚力はどうやって？プロペラ。プロペラな。だからこれをギュッと回して、その水力を揚力に変えてる。これドローンだよね。だけど、飛行機は翼だね。あれ、翼はどうしてあんなに、上から見てさ、こういう、こんな感じになってるよね。で、ここ、まあ、プロペラがあるんだけど、こんな形になってるんだけど、まあ、風がこう、多分来るんだろうね。水力で、こういう風が来る。すると、なぜ上の力が働くかというんですね。で、ここに模型があります。まあ、立ってる子なんだから、おお、こんな感じでね。この構造、何これ？これちょっと羽っぽくないんだけどね。ここ、折れ曲がってるよね。あ、今の風良かったね。あ、動く動く。すごい。そうだね。あ、ついてる。あ、出ちゃった。こういう断面で、こう断面があるぞ。そうすると、こっちの方が、こう風来ると、こっちの方がね、大回りするんですね。で、これ、こっちは速く。こっち遅いね。そうすると、遅いと、圧力、空気の圧力が低くなる。これがベルムーンの定義。こちら高い。高い方から低い方で力が増す。これも。あんまり。あ、動いた動いた。こうやってね。風が吹けば。はい。